今まあ帰る帰路の途中なんですけれども、ですね、まあライブはね3曲やりまして、高速道路を逆行する線とリビングアプレイヤーと X からクレーナーへのメドレーということで3曲、まあ、いつもの衣装を着て、エフェクター使ってやったんですけれども、その後ね、まあ、フリーの時間がありましたので、3曲それはねもう何も機材使わなくてギターと普通のマイクを使ってね、3曲弾き語りましたんで、それをまたちょっと今から見てもらうのと、その後にねセッションで、トリニティさんがねボーカルでフレンズを歌ったのを横でまあギター弾いてたんですけれども、まあトリニティさんボーカルギター私、キーボードドラムは双葉のお二人というふうなことで、やりました。ということで、今からまあそのライブをちょっと聴いてもらおうかな。3曲プラス1曲セッション、よろしくお願いします。ちなみに今ね阪神高速今度は帰りなんで3号じゃないや、普通の神戸線ね3号神戸線を走ってまして、渋滞もなく帰りもスムーズに帰ってます。ちょうど今三宮のね下あたりを走ってるんでポートタワーが見えるかな。もうすぐ行ったらねポートタワー見えると思うんですけどね、赤いポートタワーが見えるとね、あ、ポートタワー越えましたね。海が見えますね。海が見えるということでハーバーランドですね。この辺帰ってくるとね本当になんか神戸に帰ってきたなっていう感じがすごくするんですよね。好きな道ですね。じゃあそれ見てください。お願いします。強く強く愛した。
グロリアを歌います。歪んだ煙を見つめながら当てにならない明日を占えばいつもよりは
した。Jesus